イズログです。今日は5月の31日で、明日から6月です。はい、今一応午前中はハードオフにいらないものを持ってったんだけど、まあ、処分できなかったり買い取ってもらえないものが多少あったから、まあ、それはそれでまあいいかなって感じです。で、今日はもう鉄くずをずっと抱えてても仕方ないから、もうとりあえず抱えてるものを全部ね、捨てちゃってそれですっきりしようぜということで、はい、分かりにくいけど、まあこの石油灯油タンクの灯油のホームタンクを取りたいんですが、はい、まあ、これが鉄銅だった、銅だな、銅の、給油線がトトトトトトンと、通風口を取って、まあ、床の上に行っているということで、まず床の上のあの給油口をちょっと、剥がしてからこれ分解していこうと思います。